伊勢神宮は内宮と外宮を中心にその別宮、摂社、末社など合わせて125社から成り立っています。昔から神宮の参拝は外宮を先にするのが習わしです。外宮の御祭神は豊受けの大御神、内宮の天照大御神の食事を司り、衣食住の恵みを与えてくださる産業の守護神とされています。鎮座して以来、天照大御神に食事を差し上げる祭りは朝夕一日も欠かさず行われてきました。外宮からおよそ5キロ離れたところにある内宮には宇治橋を渡ってお参りします。五十鈴川の清流で手と口をすすげば身の引き締まる思い、深い森に包まれた参道を行くと緊張感が高まる一方で、ふるさとに帰ったような安らぎと爽やかさを覚えます。天照大御神は万物を生み育む太陽の象徴に他なりません。江戸時代にはお伊勢参りの爆発的なブームが何度も起こりました。参詣者と神宮の仲立ちをした恩師と呼ばれる人々が多く住んでいたのが内宮の門前のお祓い町です。今も昔も変わらない旅の楽しみは、その土地ならではのお土産を買うことと名物を味わうことではないでしょうか。じっくりと茹で上げられた太いうどんにたまり醤油をベースにした濃い汁を絡ませて食べる伊勢うどん、一度味わうとやみつきになるといいます。島地方に伝わった漁師の料理は、ご飯にタレをまぶして手でこね、そのタレにつけてあった新鮮なカツオと一緒にいただく手こね寿司です。そしてどんなにお腹がいっぱいでも、これだけは入るところが別なのが赤福。白い餅は五十鈴川の川底の白い石を、あんこにつけられた指の跡は川のせせらぎを表していると言われています。満ち足りたお腹をさすれば、これもお伊勢さんのおかげと誰しも幸せの笑みがこぼれます。